2013年のトラファーマスでのファイアーイーティングメディアを再生するブライアン・ブラシュウッドのファイアーイーティングニューヨーク市のパーでのファイアーイーティングファイアーイーティングで使う中鉄製のトーチのセットメディアを再生するファイアーイーティングのビデオファイアーイーティングは燃える物体を口に入れて炎を消す行為であるファイアーイーターは芸能人、大道芸人、サイドショー、サーカスの芸であるが インドの精神的な伝統の一部でもある。ファイヤーイーティングは、口、または、触れられた表面での火の迅速な消滅、及び、火元での表面での水、または、口の中の唾液の蒸発による、短期間の冷却効果に依存する。これにより、湿ったハンカチや手形を燃やすことなく点火することが、できる。口を閉じる、または、手のひら手打ちで覆うと、 火への酸素の供給が遮断される。それを吹き付けると燃料の供給源から非常に薄い反応領域を取り除くことができるため、吹き付けられた空気が火の全面よりも早く、炎が完全に消えるほど小さい場合には火を消すことができる。炎自体は冷たい炎ではなく、出演者は燃料以外の材料を使用しない。トリックを実行するときに簡単に発火。 誘拐、または蓄熱して、後で放出する、可能性のある材料など、特定の材料は避けられる。これらには、パラフィンキャンドル、プラスチック、太いマルチスレッドロープが含まれる。ダニエルマンニックスは1951年の、サイド紹介総録、ステップライトアップ、の中で、ファイアーイーティングの本当の、秘密は、痛みに耐えることであり、舌、唇、喉に、 一定の水ぶくれを許容することも必要であると述べている。他の多くのファイアーイーターはこの意見に反対し熟練した火を食べる人は自分自身を燃やすべきではないと主張する。安全に火を食べる行為を行うもとも一般的な方法は熱を伝達するのに時間がかかり熱が空気中で上昇するという事実に依存している。火を食べることと火を呼吸することは 熟練した指導者から学習者へ適切に受け継がれるスキルであり、ほとんどすべての教育には、応急処置、火災安全、科学及びその他の適切なスキルに関する指示が含まれる。燃料を誤って摂取したり、不適切な技術を使用したりすると、ファイヤーイーター肺炎と呼ばれる深刻な状態になる可能性がある。ファイヤーイーティングは、ヒンドゥー教、サドゥー。 パキルの講演の共通部分であり、精神的な達成を示す。これは1880年代後半に、標準的なサイドショーの一部となり、サイドショーのパフォーマーにとっては、エントリーレベルのスキルの一つとみなされていた。18世紀の有名なファイヤーイーターはロバート・パウエルで、火を飲み込んだだけでなく、灼熱した石炭、溶けたシーリングワックス、さらには、 ブリムストーンまでも飲み込んでいた。彼はしばしばイギリスや他のヨーロッパの王族や貴族の前で60年近く演じ、1751年には金の財布と大きな銀メダルを授与された。最古ではない上流階級の注目を集めた最初の人物は1667年にフランスで初演したイギリス人リチャードソンである。彼の方法はその後彼の使用人によって、 公開された。2014年9月7日に、ミネソタ州シャコピーで開催された、ミネソタルネサンスフェスティバルでブレッドパセクが1本の、口で1分間で消化したトーチの最大数は99である。2015年8月30日に、ニュージャージー州ヘルズキッチンラウンジニューアークにあるチルコ、ドラコナムのドラコ、エスインフェルノで、アレクサンドルスピットファイヤーが達成したトーチを加える。 最長の持続時間は3分38.39秒である。トリックのカテゴリーはほとんどの人が認識しているが、トリック名は学習者が学んだ地域によって大きく異なる場合があることに注意することが重要である。蒸気トリックは消化中または消化前に口に保持された燃料蒸気を使用する。移動は本体または別の表面や媒体を使用して、 炎を、ある領域から別の領域に移動する方法である。消化はトーチを消化する方法であり、ファイヤーイーティングの伝統的な特徴である。ありがとうございます。